ジェイコブ・ネルソン・フォックスは、ペンシルベニア州セント・トーマス出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1997年にアメリカ野球殿堂入りを果たした。1944年シーズン開幕前に MLB のフィラデルフィア・アスレチックスとアマチュア契約を結ぶ。同年19歳で MLB デビューするが、アスレチックスでは3年間在籍して98試合の、 出場に留まる。1949年にトレードで移籍し、シカゴホワイトソックスの聖二類種となった。小柄だったフォックスは守備のようとして、毎シーズンほぼフル出場し、打撃面でも常に、リーグの打率上位10位に入る活躍をした。首位打者のタイトルはなかったものの、安打数で、リーグ最多を記録したシーズンが4度に及ぶ。 また1954年から1957年は4年続けて100得点をマークする。また1957年から創設されたゴールドグラブ賞の初年度の受賞者となり、以後通算3度ゴールドグラブ賞に輝いている。1959年、ホワイトソックスはアルロペスの指揮のもと40年ぶりにアメリカンリーグを制覇する。フォックスもこの年打率。 306と191アンダーの成績とともに、自身2度目のゴールドグラブ賞を獲得、同年のリーグ最優秀選手にも選ばれた。ワールドシリーズではドジャースに敗れたものの、フォックスは6試合で24打数9アンダー、打率、375の成績を残している。なお当時のホワイトソックスは、フォックスとルイス・アパリシオで強固な二遊間コンビを形成していて、 彼らは1959年と1960年に二人揃って2年連続のゴールドグラブ賞を獲得するほどであった。ホワイトソックスには1963年まで在籍し、同年オフにヒューストンコルト 45S にトレードされる。1964年シーズン終了後に一度放出されたが、翌1965年5月に再度契約し、 同年アストロズで現役を引退した。引退後はそのまま、コーチとして、アストロズに1967年まで在籍。翌1968年からは、ワシントンセネターズのコーチとして1972年まで、務めた。しかし、1973年に、皮膚がに罹患。そのわずか2年後の1975年12月1日に、メリーランド州ボルチモアにて死去。 まだ47歳という早い死だった。フォックスのホワイトソックス在籍時の背番号2。シカゴホワイトソックスの永久欠番に1976年指定。古さホワイトソックスはその死を痛み、翌1976年に、フォックスの在籍時の背番号2をチーム史上2人目の永久欠番に指定している。死後、1997年に、 ベテランズ委員会の選定でアメリカ野球殿堂入り。また2006年にはホワイトソックスの本拠地である US セルラーフィールドにフォックスの等身大の銅像が建てられた。二類守備では名前通りキツネの敏瘡さを発揮し、閉鎖プフォックスは三類守や遊撃士からボールを受け取った後、ジャンプするとき自分は決して一類ベースを見ない。下を見ていて、 土の部分が続いている方向に投げる。首を上げて一塁を見ると、それだけタイムロスができる。土の部分さえ見て投げれば、自然とボールは一塁ベースにつくと自分のプレイについて説明している。ありがとうございます。